おはようございます。もう3ヶ月ぶりの投稿なんですけど、僕ずっとこの1年間休学してたんですけど、新しく復学したので、今日はそのなんか大学に行く日の大学行く日の密着していきたいと思います。今度は1番線に高行き、ただいまお泊まり、ご乗車ありがとうございました。遠いです。ご乗車ありがとうございました。めちゃくちゃ遅延で着きました。50分遅れぐらい。うまっ。図もあったと思うんですけど、見ていく業務をチェックしています。内容はですね、非常に YouTube 撮りセブンイレブンお買い物。760キロカロリー。カップ麺めっちゃうまいからさ、お店で食ったらめっちゃうまいんだろうなと思ってさ、この吉祥寺の店行ったら全然美味しくなかった。なんでカップ麺の方が勝っとる。チョコビ、チョコビ、あ、チョコビ、濃いわ、濃いわ、チョコビだわこれ。チョコビの味するめっちゃ濃い。別のスイーツ。うまいけど絶対昼ご飯ではない。コンポタージュと合わせる人少なくない？なんか汁濃いめ。これね、うん、濃いめ固め多め。おお、ラーメン。はい、昼ご飯と今から産業の授業を受けに行きます。僕の夢。これから。ヤザで飲みとか。まあ、そう。ちょっと急遽打ち合わせが入ったんで、授業抜け出して、ちょっとオンラインで打ち合わせします。お疲れ様です。お願いします。打ち合わせ終わったんでちょっと授業進めてみます。5回きつい。左上っちゃったりもしますから、お金持ちと庶民の格差は縮まるようになってるんです。こうマジでジローうまいよな。うまい、本当に中毒性ある。浜松町やってきました。浜松町は今自分が協力してる上智の専門特化の塾があるんですけど、ちょっとそこのお手伝いに行きます。はい、ということで塾にやってきました。はい、失礼します。あ、こんにちは。これちょっと僕がお手伝いしてる塾の塾長になります。よろしくお願いします。なおさんは出身大学どこやったっけ？上智大学です。上智大学で、なんで塾にしたの？総合型選抜で、とりあえず高学歴目指すみたいな感じで、もうやたらその慶応からダーッと受けてきて、で引っかかったのが上智。そうやったんや。ちっちゃいね。あ、知らんかった。そうそう、立教とかも青学とかも受けたけど、はいはいはい、ダメで。え、上智だけ？そう。塾やってると思うんですけど、はい、どういう感じの塾なんですか？この校舎の雰囲気的には本当にアットホームっていうか、うん、だからみんなでコミュニケーションがなんかできるような、うんうん、するような結構オープンスペースみたいな感じの校舎で、うん、何専門の塾なんですか？ちょ、総合型選抜っていうその推薦入試と、うんうん、まあ、英語資格、例えば英検 IELTS とかの、それは総合型で必要になってくるので。この塾ならではのなんかその強みみたいなのとかあったりするんですか？うん、まあベタですけど、まず寄り添い。もうベタやな。わかんないことあったらもう LINE ですぐ聞けるみたいな。ああ、いや、店大事なんですね。そう、教えるっていうよりかはなんか学びたくなるように誘導する。それでコーチング系をやってるんで、上智に強いっていう、はいはい、上智 G マーチに強いっていうのがやっぱ特化してて、うん、っていう、まあ、やっぱ強い。実績とかどんな感じなんですか？実績はもうそれこそ総型で行く熟成も 94.55% で、一般入試は受けなくてもいいような状態になってるし、かつ、うん、1週間の出願期間で上智に受かった子もいるし、やば。そう、3ヶ月ぐらいあれば大体それは狙える、うん、上智の方も早くて質の高くてみたいな感じは僕らの強みであるんですね。皆さんの何歳だと思いますか？何歳ですか？今21歳。見えない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 。カオって塾運営してると思うんですけど、はい、塾に向いてる学生とか、こう向いてる人ってどういう人だと思いますか？向いてる人、向いてない人逆にいないんじゃないかなってぐらい本当に個性に寄り添ったりとかするんで、はいはいはい、でもオーダーメイドだし、あ、じゃあそこの個性を引き出してくれたりもするってこと？そう、なんか本当に自分何やりたいかわからない、将来も分からない、大学も分からない、でも全部一人一人に合わせてカリキュラムを作っていくから、ヒアリングしてくれてみたいな感じ。めっちゃいいな。合わないが逆にない、はいはいはい、はい、合わせに行くからっていう。ちょうど自分もなんか受験するときにどこも対面のところがすごい多くて、合わんくて結局まあ自分その勉強したんやけど、はい、ここの塾ってそのオンラインとかって実際
行けたりするんですか？はい、そうです。僕はもともとオンラインの塾から始まったんで、コロナ禍できたんで、はい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 、で目標としてはその地方の人たちがそういった塾に通えないっていうところから、オンラインだったら解決策だよね、教育格差なくすみたいな。そうです、そうです、はい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 、4番ですね、質の高い教育を見てる、はい、SDGs ね。やっぱりつながりっていうのが必要で、校舎もオープンスペースを設けて、オンラインすれば7多い、何人ぐらい？7割ぐらいは本当に、多いオンラインです、ハイブリッドも含めてね、一番遠いとこやったら、そのどこの生徒？マジで一番遠いところ、フィジー、フィジー、あとイギリス、エグ、あとシンガポール、どこや、アメリカ、すごいな、カナダ、幅広すぎるけど、まあグローバルに受験対策もしてくれるみたいな感じね、うん、海外大進学もやってるし、あ、そうなんや、それもやってるんや、そう、今のとこ、ここの浜松校舎が基本的にまあここにある感じのがメインなんですか？はい、そうです、でオンラインコンやって、うんうん、でここ以外に、まあ、面談室みたいなのが隣のビルにあって、はあ、隣のビル、ここ見えるところで青い、あれバーでしょ、はいはいはい、行きます、行きましょう、面白、すごい、お、すごい、広いな、ここは普段何してるんですか？はい、休憩、スタッフが休憩してるとか、うんうん、まあ、普通に撮影スタジオみたいな感じで撮影をしたり、うん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 、まあ保護者の方とか生徒とか面談したり、あ、ここで面談するの、ね、そう、はい、でこっちはそのオンライン授業やるスペースだけで、うんうん、普通に作業したり、はい、バリバリ充実してるな。今何歳？21歳、いやすごい、とんでもない21歳ほど。実際にここで働く中で、はい、こう楽しいこととかありますか？実際マイペースにやらせてもらえるんで、まあ、のびのびアットホームな感じで自由にできるっていうところですかね。いや、そこは代表が嫌って言わないと。出題させてもらってるってことで、あの笑顔 の、まあ、あの宣伝タイム、はい、よかったらどうぞ、はい、どうぞ。番宣で、ね、うん、総合選抜の塾って、まあ、塾っていっぱいあるんですけど、まあ、その中でも密着度合いだったりだとか、上智大学って高校推薦、カトリック推薦とか推薦結構力入れてるんですけど、その推薦、上智の推薦に強いのは間違いなく笑顔、うん、講師ほぼ全員上智やし、代表上智やし、管理経営者も上智やし、俺も上智やし、生徒も上智やし、上智やっこ、ここって言う第2の上智ぐらいの上智、上智何回言ったでしょう今、はい、12回ぐらいぐらい上智の色が強いから、うん、まあ、上智に行きたいってなったらまずここに来るのが、ね、うん、いや、いいと思う、普通に、うん、そう思う。どの塾がいいのかな、正直わからないなっていう時はまず笑顔に無料体験申し込んでください、うん、そしたら他のところが霞んで見えるぐらいこの塾がいいなっていうふうに思うと思うので、ぜひ教育に関しては僕らにお任せください。じゃあ今日はなおさんありがとうね、ありがとうございました、うん、またお願いします、じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。はい、ということで、あの笑顔 あのプチ密着終了です。で今からは、月1あのご飯食べしてる人たちがいるんですけど、その人たちと一緒にご飯食べ行きます。よしさー、グッドタイミング、そんな急がなくて大丈夫だから。はい、おはようございます。今日は打ち合わせと商談が3件あるので頑張ってこなしてまいります。はい、渋谷着きました。今日は宮下パークの施設にある企業さんと打ち合わせします。はい、今日の意気込みお願いします。はい、今日は商談の方成功しました。新しくシティバイトっていう、ちょっとここにあのリンク貼ってるんですけど、人材のサービスを始めてて、でそれの今ちょっと営業というかアポを取ってるっていう感じです。どこ行きますか？はい、並木橋を左です。はい、よいしょ、撮影行きます。うまっ、よいしょ、高っ、いや都会やな、めちゃくちゃ穴がありました。はい、帰ってきました。ミーティングが今からあるんで、ちょっとお家に帰ってすぐ準備します。